こんにちは、シエルです。4月28日は海外ドラマの日ということで、今日は海外ドラマについてたっぷりと語っていきたいと思います。こちらの部屋が海外ドラマの専門の部屋で、ここには海外ドラマ DVD コレクションは4000本あります。私はもう海外ドラマと同棲しているようなものなので、はい、見てこんな感じでね、朝起きてから夜眠るまで時間さえあれば海外ドラマを見ている日々です。今回はおすすめ作品はもちろん、海外ドラマの最近の情報だったり、あとは動画配信サービスの話などもしていきたいと思います。海外ドラマを好きになってから10年ぐらい経つんですけれども、ピークの時は1日10話年間3000話ぐらい見ていました。動画配信サービスの到来とともに、日本で見れる海外ドラマ作品数がものすごく増えたし、新しい作品もすぐ入ってくるでしょ。ゲームオブスローンズのリアルタイム放送とかさ、もう世界の人たちと一緒に見れるわけだからさ、もうツイッター上とかでもさ、もうなんつうのかな、もうワールドカップみたいな感じでさ、世界のみんなでさ一緒にウォーって楽しめるようになったからさ、そのもうスピード力が半端ないよね。 DVD リリースが主流だった時って1年ぐらいは遅かったから、そう考えたらもう本当にいい時代だよね。アメリカではピーク TV って呼ばれていて、新作ドラマが年間500タイトルも作られてるんですよ。あと動画配信サービスの到来によって世界のドラマ見れるようになったから、今だとスペインドラマがものすごく熱いんですよね。ネットフリックスのペーパーハウスとか、Hulu だとロックアップスペイン女子刑務所、スペインドラマは結構描写が過激だったりする、心が強い人におすすめしたいと思います。そんな感じで作品数がたくさん増えたことは嬉しいんだけれども、その分なんかどれから見ればいいのかなって迷子になってる人いっぱいいると思うんですよ。なので今回は、海外ドラマ初心者の方向けの作品紹介だったり、上級編だったり、あとはね、海外エンタメ業界で活躍してる方たちからのおすすめ作品も聞いてきたので、いろんな形でね紹介していきたいと思います。これから海外ドラマ見たいなと思ってる人や、今いろいろ見てるけど次何見ようかなって考えてる皆さんの参考になれば嬉しいです。ちなみに今現在が第4次海外ドラマブームと呼ばれています。おそらく1960年代に来た奥様は魔女、1970年代に来た刑事コロンボ、このあたりが多分第1次海外ドラマブームなんだと思います。次がツインピークス、ビバリーヒルズ、X-File、ER、緊急救命室、このあたりが流行った1990年代が第2次海外ドラマブーム。で、2000年代、24、ロスト、プリズムブレイク、ヒーローズ、このあたりが流行ったのが第3次海外ドラマブーム。それで今現在がこの動画配信サービスの到来とともに、海外ドラマがね、いろいろ見れるようになった今の時代が第4次海外ドラマブームとのことです。最近の人気な作品挙げるとしたら、ウォーキングデッドとゲームオブスローンズかなって私の中では思うんだけど、どうなんだろう。海外ドラマのイベントってすごい少ないんですけど、この2作品に関しては結構頻繁にイベントがあったかななんて思うんですけど、結構前から言われている海外ドラマ四天王っていうのが、24、ロスト、プリズンブレイク、ヒーローズ、この4作品なんですよ。その2000年代に流行ったシリーズたちですね。このあたりはね、海外ドラマ初心者の方にもすごいおすすめで、連続的にこう続く、次が見たい、次が見たい、次が見たいっていう、そういう中毒性のある、作品なので、これから見てもものすごい楽しめるし、これが海外ドラマの面白さなんだなって思うと思う。私ももう一回全部見直したいなって思ってるんですよ。じゃあ今の視点のは何なんだっていうのを私この数年考えてて、海外ドラマのツイッターアカウントで現在の視点のって何だと思いますって聞いてみたんですよ。私の中で絶対が今3つあって、ブレイキングバッド、ゲームオブスローンズ、ウォーキングデッドと、あと何って思ってるんですよ。私はね、意見が多かったのは、クリミナルマインド、シャーロック、パーソンオブインタレスト、あとメンタリストとか、このあたりがね、結構人気だなっていうのがあったんだけど、で、私はすごい考えた結果、ブラックミラーかなって思ったの。どうかな？なんだろうな、この数年でビビビってきたのがブラックミラーだったんだよね。今までの海外ドラマってやっぱ長くて連続的で、寝不足になってても一気にしたいみたいな感じのが強かったんだけど、数年前から流行り出したのが、もう少し話数をギュッと少なくしたリミテッドシリーズとか、あとは1話完結ドラマ、そういう作品がいろいろあった中で、そのブラックミラーに関してはもう1話でもうその物語が終了するんですよ。もうシーズン1が3話とか
6話ぐらいの構成で、でさらにその1話ずつもう全て物語が違うんですよ。だからもう短編映画集みたいな感じで、でさらに1つずつのテーマがものすごく濃いから、それぞれの作品なんだけど実は1個につながってるみたいなのもあって、そうだからこれはすごい新しいなと思って、で2020年海外ドラマ四天王を選ぶとしたら、ブレイキングバッド、ゲームオブスローンズ、ウォーキングデッド、ブラックミラー、この4作品が熱い推しの作品かなと思ってるので、まあ、こちらもねぜひ見てほしいなと思う。勝手に四天王を決めました。皆さんの海外ドラマ四天王あればぜひコメント欄にください。すごい知りたい。24が日本でリメイクされるんです。今って感じだけどね。しかも何話って思ってる。今日本で24を作れるのかな。あの唐沢俊明さん主演らしいんですけど、その日本版が始まる前に一旦24全部見るっていうのはありだと思います。私も久しぶりに今結構家にいる時間が多いから、あの1日24見続けるっていうのをねやろうと思ってる。考えるだけでワクワクするよね。24はすごくてさ、その一気見視聴っていうものも生み出したよね。そのビンジウォッチングっていうんだけれども、1日でブワッて見ちゃうってやつ。ゲームオブスローンズも一気見試写会っていうのがあって、ゲームオブスローンズは第6章までが確か10話で構成されてて、一気見視聴って10時間試写会っていうのをねイベントをやってた毎年。そう、それ行ってた。ワーナーさんの試写室で開催されてて、もう本当にずーっと見て、3時間に1回ぐらい1回ちょっと休憩してずーっと見るっていう。面白かった。初心者におすすめ作品をね紹介したいんだけど、私が一番大好きなビッグバンセオリー。なぜなら1話20分のコメディだから、隙間時間にサクッと見れるし、キャラクターたちは成長はしていくんだけど、基本でどっから見ても面白い。1話だけ見ても面白いから、アメリカでは12年続くほど大人気の作品でした。とハッピーになりたい人、笑いたい人はビッグバンセオリー。そしてザ・ボーイズ、これはアマゾンプライムで、シーズン1が8話で構成されてるんですけど、マメコミドラマ、アメコミ映画とかあるじゃん。で、まあ、ヒーローたちがさ戦うわけじゃん。でこのザ・ボーイズっていうのは、そのかっこいいヒーローたちが登場してきたと思いきや、ヒーローたちがクズだったっていう、見かけヒーローなのに人々を救わないっていう、ただのクズ集団っていう、すごいね視点が面白いんですよ。一般市民がヒーローを倒しに行くの。そう、やばくない？これは本当に設定がぶっ飛んでて面白い。ブラックコメディだね。あとは先ほどもお伝えしたブラックミラー、これは本当に1話完結で全然もう物語が違うから、短めの映画って思えばいいかな。ネットフリックスの世にも奇妙な物語と言われていて、で近未来 SF なんですけど、テクノロジーの発展とともに近い未来にこういうこと起こるんじゃないかなみたいな感じのが描かれてて、で基本ハッピーエンドじゃないですよ。これを見てあなたはどう思うかみたいな、すごいなんか重いメッセージがね降りかかってくる。なんか人生についてすごい考えさせられる。自分だったらこうなのかなとか。そうそう、なのでこれは見てください。じゃあ次、上級者向けはブレイキングバッド、はい、これはもう海外ドラマ史を変えたと言われている作品で、余命宣告を受けてしまった高校の、ま、物理の先生が、ま、家族に遺産を残すために麻薬をね生成して、ま、家族のためにお金を残そうっていう、そう、そういう愛の物語なんだけどみたいなやつ。このドラマはね口コミで広まった作品で、ま、うちにね2パターン DVD があるんですけど、最初さ全然期待されてなかったから、こんな安っぽい DVD が販売されたの。吹き替えもないやつ、生産数が少ないからすごい高かったんだけど、これは口コミでも面白い面白いって話題になって、最終的にちゃんとしたやつが発売されるという。内容同じ、吹き替えなしと吹き替えありだけど両方買ったよ。この男どんどん悪くなる悪くなる、もう悪いよお父さん。その教師、余命わずか、最後の賭けは麻薬先生ね。家族のためにさ頑張るんだけど違う方行っちゃうんだよ。はい、でそれでもう一つこちら、はい、ゲームオブスローンズ、これは本当にスケール感が半端なくて、ダークファンタジーシリーズで、私ねファンタジー系もそんな得意じゃないの。魔法とかっていうのとかあんまり好きじゃないんだけど、まあ、本業マジシャンなんだけどさ、これは本当人間ドラマなんですよ。子供も男も女もおじさんもおばさんもみんな
強く生きるみたいな感じで、これはマジで面白い。こちらもちゃんと完結してて、もともとこれ小説のテレビドラマ化なんだけど、あの途中でね小説超えちゃったんだよ。その後江戸なのどうなのって思ったんだけど、ちゃんと終わらせた。そう、しかも人気の時に終わらせた。ブレイキングバットもそうなんだけど、そう、人気の時にちゃんと終わらせてくれた。そうだからこれはぜひ見てほしい。じゃあなんでこれ上級編かっていうと、あの登場人物がめちゃくちゃ多いんですよ。この人誰みたいな感じになるの。1話2話ぐらいで挫折しちゃう人が結構いるんですよ。なんだけどとりあえずシーズン1耐えてって思ってる。こんなに興奮する作品ないぞって思うぐらい、もうそわ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 するし、もうこれは主役級のキャラがね次々と死んでるから、ほんと容赦ないから、もう展開が読めない読めない読めないで、すごい面白いです。続きまして女子向けの作品、デスパレートな妻たち。女たちは最後まで崖っぷちって書いてあるね。一人の奥様の死から始まるサスペンスドラマなんだけど、それをコメディタッチに描いてるのよ。いろんな環境の、まあ、奥様が登場するんだけど、みんなぶっ飛んでるし、みんな悩んでるしみたいな。だからこそみんなで助け合おうよみたいな感じで、女の友情って感じ。音楽とかもすごい独特な世界観で、これもものすごい最初からまた見直したいと思ってる。続きましてビッグリトルライズ。はい、こちらニコール・キッドマンが出演しているという話題の作品なんですけど、まあ奥さんたちが、まあ、とある事件に巻き込まれちゃって、なぜそうなったんだみたいな感じの、まあ真相を追うみたいな感じなんだけど、こちらシーズン1、2それぞれ7話ずつなので、もう一緒にポンと終わっちゃうぐらい本当に引き込まれたね。ちょっとダークな感じの描き方だから心にずっしりきちゃうかもしれない。テンションがいい時に逆に見るといいかもしれません。よくありそうな女子ドラマのいいとこ取りをしたのがこの作品って感じかな。恋愛のごたごた、なんか家族の問題、嫁姑問題、でも女の友情みたいな感じで、すごいいいとこ取り。あとセレブみたいな感じ。続きましてがネットフリックスで配信されている Dead to Me さよならの裏に、夫を亡くした未亡人のお話なんだけど、一言で言うと世の中には知らなかった方が幸せなこともあるよねみたいな感じ。これも速攻ハマってもペロンって見たね。夫を亡くして悲しんでる女性のもとになんかちょっと不思議な女性が現れるんだよね。でそこでまあこう友情が築かれてってみたいな感じなんだけど、これも見てほしいです。今回海外エンタメ業界で活躍している方たちからもちょっとおすすめドラマを聞いてきたので、今日は紹介していきたいと思います。人生でお気に入りの海外ドラマ3作品をお願いしてみました。じゃあまず小麦ちゃん、彼女はねもう海外セレブのことものすごい詳しいんだよ。なんでそんなことまで知ってるのってことまで知ってるから。ブレイキングバット、ナルコス、フレンズ、こちらの3作品だそうです。麻薬麻薬笑いってきたねやっぱりブレイキングバットが入ってきましたよ。ナルコスも結構話題なんだよね。私ちょっと見れてないんだけれども、麻薬のなんちゃらだったと思います。フレンズはシットコムドラマの王様みたいな感じで、こう、まあ、笑いが入っている感じのコメディシリーズ。続きまして久保田美香ちゃん、私あの英語を教わってました。スタートレックボイジャー、 This is Us、 そしてグリーの3作品だそうです。あ、なんか、あ、面白いな。スタートレックボイジャーって私そのスタートレックシリーズ見てないんだけど、スタートレックシリーズいっぱいあるんじゃなかったかな。スタートレックシリーズの4番目の作品で、1995年から2001年にかけて放送されたものだそうです。惑星連邦所属の、まあ、アメリカの SF テレビドラマシリーズ。ミカちゃんはスターウォーズめちゃくちゃ詳しいんですよ。だからこそのこのチョイスかも。 This is us、 36歳、これからはね私も見た。レモン、あれはね泣いた。 This is us 36歳は第1話ちょっと見てみて、すごい感動するから、なんかハッピーな気持ちになりたい人とかはねグリーンいいかも。続きましてはリンジーちゃん、彼女ねあのリアリティショー系もめちゃくちゃ詳しい。じゃあリンジーちゃんのおすすめ3作品は セックス&ザ・シティ、ウォーキングデッド、セックスエデュケーションということで、 SATC もこの海外ドラマ界では本当に外せない作品だよね。セックスエデュケーションはね、ネットフリックスで見れるそうです。すごいやっぱ新しいね。あのさ、私さ、ネットフリックスのマッチ度 95% で出てる。これ見なきゃ系じゃない？おすすめありがとうございます。で、皆さん、よかったら見てみてください。いつも3人のね、SNS の情報を見て、あ、次これ見ようみたいな感じで、いつも気になって見ていたりするので、概要欄に SNS のリンク貼っておくので、よかったら皆さん、チェックしてみてください。この3人はね、ほんと海外エンタメ系ものすごく詳しくて、で、みんな英語喋れる。そう。だから英語で見てんのかな、みんな。私は基本、吹き替え派の英語字幕で見るの。海外ドラマ好きの人にさ、吹き替えで見てますって言うとさ、
たまに怒られるんだよね。いやそこはオリジナルの方がいいと思いますみたいな感じで言われて、そうそう、日本の声優さんってすごいのよ。最も声優が豪華な海外ドラマシリーズは、スパルタカスです。これ24ジャック・パウアーの声優さん、プリズンブレイクマイケルの声優さん、デクスターのデクスターの声優さんみたいな感じで、もう超豪華。声優さんってすごい声がいいじゃん。声だけ聞いてる時あった。私が最近見た海外ドラマの中で一番衝撃を受けた作品がチェルノブイリです。1980年代に起きたチェルノブイリ原発事故の実録ドラマということで、なぜ事故が起きてしまったのかっていう、そのまあ真相をね描くということなんですけども、これはね5話で描かれてて、こちらは海外ドラマ史上最高傑作で最大の問題作と言われていて、原発事故によって放射能が漏れてしまって、だけどその放射能が目に見えないから、まあ、その市民の人たちはなんか普通になんかあーみたいな感じで普通に生活してて、次第にねこう恐怖が迫ってくるみたいな感じなんですけど、その当時起きたものの記録を元に描かれてるから、これが本当の現実で起きたと思ったらものすごく恐ろしいし、まあ、真実を明らかにしたい科学者と自分たちにとって不利になることは伝えたくない、まあ、隠蔽しようとする政府、ここが戦うわけですよ。こちらも海外ドラマ史に残る作品だなと思います。で、制作が HBO ということで、 HBO のドラマはすごいね。ゲームオブスローズも HBO だけど、最近ね海外ドラマ評論家の池田さんが、おすすめ海外ドラマ紹介してたんですけど、それですごい気になったのが3作品あったので、そちらを紹介したいと思います。まず1つ目がビカミングアゴッド、そして2つ目がジ・エディ、3つ目がハリウッド。これがすごい面白そうで、ビカミングアゴッドはスターチャンネルかスターチャンネル EX で見れます。ジョージ・クルーニー制作組織という崖っぷち主婦がネットワークビジネスの神にっていう、まあ、ブラックコメディだそうです。これすごい気になったんだよね。スターチャンネル EX だと5月1日から配信されるそうです。全10話だって。ジ・エディはネットフリックスの作品。多彩な文化が咲き誇る花の都パリで危機に直面したジャズクラブの運命を描くという、ララランドのデイミアン・チャズル監督が送るミュージカルドラマということで、ミュージカルドラマ少ないからね、リミテッドシリーズっていうことは少ないのかな、話数が。こちらもネットフリックスのドラマで、ハリウッド、ライアン・マーフィーが手掛けるシリーズということで、こちら5月から配信されるそうです。第二次世界大戦後のハリウッドで名を上げようとしのぎを削る俳優や映画制作者らの姿を描くという、これも面白そう。ライアン・マーフィーが手掛けるってところがすごい気になった。グリーとかアメリカンホラーストーリー、最近だとザ・ポリティシャンを手掛けてるライアン・マーフィーが制作ということなのでね、これからが楽しみ。はい、このあたりがね私すごい気になっています。そして最近よく聞かれる動画配信サービスについてなんですけど、まず私自身が現在 Netflix、Hulu、Amazon プライム、Unext、Star Channel EX、こちらに加入しているんですけど、私みたいな海外ドラママニアとかは多分ね、どの動画配信サービスでその好きな作品が配信されてるかによって多分ね、加入したり、一回やめてみたり、また加入したりってやってると思うんだよね。一つ言えるのは、動画配信サービスは一つだけ加入すればもうずっと楽しめるぐらい作品数があるから、そんなにね複数入らなくても海外ドラマはめちゃくちゃ楽しめます。あと金額で選ぶ人も多いかもしれません。Netflix は、ベーシックタイプが800円、スタンダードが1200円、プレミアムが1800円、私はスタンダードタイプの1200円のに入ってて、Hulu だと月額933円、 Unext は月額1990円。ただ Unext はポイントがあって、課金してレンタルするものが、月にいくつか借りれたりするんだよね。そう、ちょっとなんか特殊な感じなんだよね。で、Amazon プライムが年間4900円だから、一月で言うと400円ちょっとかな。で、Star Channel EX っていうのが、Amazon プライムに加入してる人が、プラス月額900円払うと、その Star Channel EX に入れて、まあ、HBO 作品が多いんですけど、そちらが見れるという感じで、まあ、私はそんな感じで加入してます。金額で言ったら、まあ、Amazon プライムが一番安くて、で、さらに、まあ、Amazon でね、お買い物したらすぐ届くから、普通の日常生活でもプラスだし、ドラマも見れるしみたいな感じなんだけど、 Amazon プライムちょっと海外ドラマの作品見にくいんだよね。動画配信サービスのサイト自体で言うと、私は Netflix が一番見やすいかな。 Unext はやっぱその独占的に配信してるものがあったりとか、あと映画とかなんか新作が多い、
それこそそのポイント払って結構新しめの見たりとかするかな。動画配信サービスのほとんどは最初無料トライアル、無料でお試しができるから、一旦そこで無料で入ってみて中見てみるのはいいかもしれない。ただね、作品はね、途中で配信停止とかにもなるから、そうそう、そこはちょっと厄介なんだよね。なんか私がまあさっきネットフリックスを押してた理由なんだけど、その作品のサムネイル画像あるじゃないですか。一つの作品に対して多い時は20種類ぐらいあって、表示されるのが人それぞれなんですって。だからその利用者一人一人に対して、この人はこういう作品でこういう画像をクリックしやすいっていうのが分析されて、それが出るようになってんの。みんなそれぞれすごくない？その国ごとでも国の人々によってこういうのが主に選ばれやすいとか、そういうのを分析されて変えられてるんだって。あ、それすごいなって。ネットフリックスの勢いはすごいよね。ちょっと前に発表された、まあ、世界の、まあ、企業の社員の幸福度ランキングっていうのの1位がネットフリックスだったんですよ。いろんな会社がある、世界中にある中で、ネットフリックスで働いてる社員さんたちはみんな幸福度が高いとね。すごい会社ですね。あのネットフリックスなんか優秀な人材しか残してないんだよね。なんかそんなニュースもあったよね。個人的なおすすめはネットフリックス。まあ、次におすすめだったら、まあ、Hulu かな。私 U-NEXT 入ってる理由がね、モダンファミリーが見れるのよ。私ね、2014年ぐらいから海外ドラマのお仕事もさせてもらってて、まあ、番組でコメンテーターをやらせてもらったりとか、あとは DVD リリースの時にまあ推薦コメントを書かせてもらったりとか、いろいろしてるんですけれども、もう本当にピークで、海外ドラマを見てた時とか、もう1日18話ぐらい見てたりとかしてて、でその時に仕事で急いで見たかった時に2画面同時視聴みたいのしたことがあるんですよ。そしたら両方入ってこなかった。昔はトゥードゥーリストってあるでしょ、あれで私の中の海外ドラマリストっていうのが毎日あって、で、その当時はね、一気に15から20作品ぐらいを見てて、すごいたくさん見てたし、時には4倍速で見てた。昔某番組でコメンテーターやった時に、この作品を見てくださいって言われて、1週間で100話ぐらい見たんですよ。で、まあ、まとめに入って、よし、これを紹介するぞって思ったら、直前に作品変えられちゃって、あれみたいな、こんなに見たのにって思ったの。なんだけど、その作品がすっごい面白くて、結果ハッピーだったよね。最近は本当に自分の好きなペースで、マイペースに海外ドラマを楽しんでいます。ということで今日はね、海外ドラマの話をたくさんさせてもらいました。よかったら皆さん、お気に入りの海外ドラマとかがあれば、コメント欄に書いてもらえると嬉しいです。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。